J1 初昇格で首位を改装している町田だが、FW 藤尾翔太が PK を蹴る前に行っているボールへの水かけが物議を醸している。写真、批判されても、価値、にこだわる黒田監督はこちら3ヶ月前、5月19日の東京 V 戦で PK を獲得した藤尾が蹴る前のボールに水をかけたことが話題になった。 6月30日のガンバ大阪戦でも藤尾は PK から決勝点のゴールを決めたが、この時はキックの前にボールを持ってゴール横の給水ボトルを拾い上げると、ガンバ大阪の選手にボールを叩かれた。ボールへの水かけを阻止するためだった。そして、直近の8月17日に行われたジュビロ岩田戦。3点リードの後半、藤尾のシュートが岩田 DF ハッサンヒルのハンドを誘発し、PK を獲得。 藤尾はボール全体に給水ボトルの水をたっぷりかけ、町田サポーターから大歓声が起きた。だが、高崎コーチ主審は濡れたボールの使用を認めず、交換した新しいボールをペナルティースポットに置いた。藤尾や町田の選手たちが抗議したが認められず、試合を再開。藤尾は新しいボールをゴールの右隅に決め、4対0で快勝した。反則ではないが警告対象の可能性。 サッカー雑誌の編集者は、ルール上はボールに水をかけてはいけないという規定がないため、反則行為には当たらない、としながらも、そもそも給水ボトルは選手たちが試合中に飲水をする目的で用意されたものです。ボールにかけることは想定されていません。スポーツマンシップに反する行為とみなされて、警告対象になっても不思議ではない。実際に国際試合で同じ行為をしたら非常に危険です。 中東の試合では審判の心証を損ねて、一発レッドになっても不思議ではない。誤解を生まないためにも控えた方が良いと思いますと指摘する。ボールキーパーのセービング感覚が変わる、ボールに水をかける行為を他クラブはどう感じるのか。J2 クラブの GK コーチはこう語る。キーパーの選手たちと話題になりましたが、嫌だよね、と。ボールを蹴った時の水しぶきは気にならないですが、 藤尾選手の映像を見ると給水ボトルからドバドバかけている。水を含んだボールは芝生を滑るボールの勢いが加速しますし、キーパーはセービングの感覚が変わる。蹴る方も感覚が変わって嫌じゃないかと思うんですけどね、J リーグを取材するスポーツ指揮者は、過去にも FK、CK、p k でボールに水をかけていた選手がいました。でも、その選手の場合は大量にかけるわけではなく、 昔から続けていたルーティンだったのであまり騒がれなかったですね。藤尾選手の水かけが問題視されているのは、町田に完全移籍した今年からやり始めたからという側面があると思います。以前に所属していたクラブで、ボールに水をかけて PK を蹴った姿を見たことがない。点を取る確率を高めるために取り入れたのかもしれませんが、これだけ批判の声が多くなると続けるのが難しくなるのでは。 将来を職望される選手だけに、イメージダウンにつながるのがもったいないと懸念を口にする。藤尾は首位に立つ町田に不可欠な点取り屋だ。セレッソ大阪では出場機会に恵まれなかったが、J2 クラブにレンタル移籍を重ねることで力をつけていく。21年にミトでリーグ戦22試合出場して8得点、22年は徳島で30試合出場、10得点をマークした。 昨年は町田にレンタル遺跡で33試合出場し、8得点を奪う活躍で J2 初優勝、J1 初昇格に大きく貢献した。身長184センチからジャンプ力を活かした高い打点のヘディングが大きな武器で、足元の技術も優れている。運動量も豊富で得点を取る引き出しが多いのが魅力だ。守備面でも貢献度が高い。今季は23試合で9得点をマーク。 U から23日本代表のメンバーで出場した今年7月のパリ五輪では、グループリーグ初戦のパラグアイ戦に後半28分から出場して2得点をマーク。チームは準々決勝でスペインに0対3で敗れたが、海外のクラブチームに存在を強烈にアピールした。